現金40万円。逆に意外というか、単純にへそくり？それとも何か別の？これは、私のハビタブルゾーンがどうしようもなく脅かされた時、ここではない場所に行くための手段です。ハビ、生命居住可能領域でしたか。はい。どうしても大丈夫になれない時、これを眺めて明日が来るのを受け入れられるか確かめて、どうしても無理ならこれを使ってある場所へ行くの。おお、それはつまり特別な旅行の資金ということ？簡単に言うとそうですね。そんな感じの。え、あ、大丈夫ですか？大丈夫。楽しくて飲みすぎただけです。大丈夫。朝には起きるので。朝まで眠るんですか？いや、おーい、花田さん。どうして私の名前を？それは。ホームパーティーとあの人は全部夢？ない。夢じゃないじゃん。いや、夢じゃないですよ。今も隣にいましたよ。これ、あなたの40万円確かめて。おはようございます。すみません。昨晩しまってくださいとお願いしたものの本当に起きないし、しまおうにも封筒は汚れてしまったし、出しっぱなしも怖いので一旦鍵を閉めて自宅の封筒を取ってきました。あと、この箱も。箱？ご存知ですか？箱根土産の秘密箱です。寄せ木細工の側面を順番通りに動かすと蓋が開きます。封筒にただ入れるよりいいかなという思いつきで、なので不要なら取り出してね。気に入るならぜひ受け取ってください。昨晩のお礼に。ねえ花田さん、酔った勢いでこんな額の現金を見ず知らずの者に見せないでください。それにご自宅にお招きいただいて私はとても嬉しかったけれど、ぶっちゃけ普通に危ないです。はい、大人も子供も真似しないでね。1日分の野菜だってあんな小さいコップじゃ虚偽も同然だし、なんというかいろいろとあなたの大丈夫が心配で。でもだからこそ賛同できます。そんなあなたを今日まで助けてきた精神ですから、もっと詳しく知りたいです。今なら担任に監督を請う必要もないし、大丈夫を目指す活動、ハビタブ。よかったら私も時々混ぜてくれませんか？もちろん。しかし、ハビタブというのはちょっと分かりづらいところですが。当時も友人に分かりにくいと突っ込まれたな。いっそ新たなる発足を祝して大丈夫クラブと改めるのはどうでしょう。この上なく分かりやすいですね。ではよろしくお願いします。ええ、よろしく花田さん。あ、そうだ、私の名前どうして知ってるんですか？ああ、それは表に表札が貼ってありましたから。あ、なんだ。実は私もずっと聞きたいことが。はい、何でしょう？私にもあなたの名前を教えてください。あ、これは失礼。私、芦川と申します。大丈夫クラブ。